こんにちは、サイです。じゃあ前回の続きからやっていこうと思います。前回は発光シティに移動して、その道中でポケモン進化させたり、ポケモンいろいろ捕まえたりして、やっと到着したというところまでやりました。で、今回ね、発光シティの発光ジムに挑戦しようと思っております。電気タイプね。で、このジムリーダーのなんじゃもなんじゃもさんっていうのはあれらしい、配信者らしい、人気配信者。かわいいね、歯がギザギザだ。あ、そうで、前回イメチェンしました。やっとこのね、ウェーブボブ、ふわふわの髪型にして、色も変えて、こんな感じに可愛くなっております。これはかわいい、テンション上がるわ。この前挑戦したね、スターダンのアジトのメロコ姉さんにちょっとインスピレーションされて、このような髪型にしております。発光シティがめちゃくちゃでかいの。うわ、なんか綺麗なんだけど、星空めっちゃ綺麗なんだけど、これなんなん、これめっちゃでかいんだけど、新大阪ここ。うわ、え、入れない、え、入れないんだけど。うわ、オブジェだこれ、パルデエステート第3ビル。うわ、パルデエステートビル入れないわ。うわ、めっちゃ残念、入りたかった。オフィスビルかな。あれ、これネタバレパネルね。これは誰、これ誰だ、これはコルサさん。ジムこっちか、いけるかな。前回からレベル上げとか特にしてないです。ここの辺、ここの辺、あ、ジーハン、あ、ここか。なんか久しぶりな感じする。ロト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 、あ、誰ですか。もしもし、サイ、私、アネモだ。ジム回ってる？今どこジム？あ、意外と近め。ちょっと顔見に行こっかな。あ、そうなん。え？ネモ久しぶり。わ、久しぶり。あ、いたいた。サイ、もう2つ目なんだ、バッチ。いい感じ。3つ目のジムはここ選んだんだね。うん。サイなら大丈夫とは思うけど、ジム前の練習として私と一回勝負しとこうか。え、しよう、うん、え、するかわ、嬉しい、やる気みなぎってる。てか髪型変えたんだけど、どう、ノーコメント、ノーコメントだ。もう戦闘狂だから、バトルのことしか考えてない。どこで戦うの、どこ、何ここ、あ、真ん中か。ジム前は町のバトルコートにあらかじめ来ておいて、コートの立地とか材質とかあらかじめ知っておくといいよ。戦況を左右されるかもしれないから。え、サイの顔見たらわかる、ますます強くなったよね。うん、結構レベル上げはしました。私もちょっと強気なメンバーでいこうかな。それじゃあよろしく、サイ。うわー、強気なメンバーって何、てかネモって何タイプが多いんだろう。ミノリア勝負しましょう。うわー、久しぶりだ。ポケモントレーナーのネモが勝負を仕掛けてきた。やるぞー。あ、イワンコだ、かわいい。雪わかってる。ジムの予行練習張り切っていっちゃおう。予行練習って、ネモってチャンピオンリーグかなんかなんだよね、強いんじゃないの。イワンコって何タイプなんだ。とりあえず種爆弾。うわー、強いやったー、技のチョイスいいね、どんどん実っていく。うわー、相手のイワンコが倒れた。うわー、一発で調子いいんだけど。パモ、パモ久々だな。因縁の対決じゃ、小指だ、いけ小指パモ久しぶり。砂地獄見てみたい、砂地獄。うわ、パモやばい、強いかもしれない。ウェルカモ何それ、ウェルカモ、塩出とか行ってみる。ウェルカモってなんだ、カモ、カモかな、水タイプかな。ゆけ塩で勝ったつもりはまだ早い、この子で逆転させてもらうよ。あ、クワッス、それクワッスだ、進化してる、そんな感じになるの。うわー、じゃあちょっと相性悪い。てか何そのポーズ、え、ダンサーなんだけど。変えるか、じゃあ分かってるだね。うわー、こんな感じになるんか、ゆけ分かってる。サイもオーブ持ってるか、今回はフェアにテラスタル。うわ、テラスタルやろうか、
え、じゃあタイプ変わる？うわーゴージャスなんだけど、めっちゃゴージャスなんだけど。新しい技いってみよう。ウェルカム、水の波動、水の波動。あ、今一つね。オッケーオッケーオッケー。うわー、こっちもやるか。変身。凛々しい顔が、はい、かわいい。分かったよね。種爆弾一発、一発でいく、もしかして。うわ、一発だー強い、ストレート勝ちだ。やってやった。あはは、どんどん実っていく。ちょ、やめて、なんかその言い方を奇妙な言い回しなんだけど。今ジムバッジ2個だよね。2個の強さじゃないよ。いや、相性がね、相性がもうめちゃくちゃ良かったです。いや、実りあった、いい勝負だったね。勝負のお礼にこれ受け取って。何でもないし、 ありがとう。3つありがとう。本当は今すぐもう一回会いたいけど、私チャンピオンだから相手を思いやって我慢するよ。またバッジ集まってきてジムで会ったら勝負しよう。はい。サイ、サイがもっと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 強くなってさ、うん、いっぱいいっぱい勝負できたら嬉しいな。付き合ってくれてありがとう。ジムテスト頑張ってね。うわー、なんかまだまだ実力出してないけどみたいな、まだまだこっちが育つの待ってるけどみたいな、なんか余裕な態度だよね、ネモって。さすがチャンピオン。うわ、かわいい。寝ちゃったの？すいませんね、騒がしくて。ようこそ発酵ジムへ。はい、お願いしますね。当ジムリーダー、なんじゃもと勝負するにはジムテストをクリアする必要があります。はい。何？ジムテストはなんじゃもの番組出演です。え？動画配信者でもあるなんじゃもの番組に出演してコンテンツを盛り上げてください。詳しくはそこに、詳しくは外に出ればわかると思いますよ。それでは行ってらっしゃい。うわー、すげえざっくりとした説明だったんだけど。ジム受付から出よう。はい。なんじゃもいんの？え？なんじゃもいんの？番組って何の？皆の者、どんなん、ど、何？どんなもんじゃ？あ、どんなもんじゃ TV の実感だぞ。うわ、始まった。始まったんだけど。え？待って、何？そのサイズ何？あなたの目玉をエレキネット。何もんなんじゃ？なんじゃもです。え、こんなハイテンションなんや、なんじゃもって。ジムリーダーだよ。おはこん、ハロッチャオ。うわ、え、おはこんばん、にちは。ジムリーダー、おはこん、ハロッチャオ。おはこん、チャラララララ。なんじゃも語、使いこなしてんじゃん。意外と離れしてる？突然でびっくりしたかもだけど、なんとまさに今、この状況。動画を世界に生配信してます。挑戦者し、僕に会うため発酵ジムに来てくれてありがとう。うわ、僕っ子だ。はい、ありがとうございます。すっごく嬉しいんだけど、僕ってちょろっと有名人だから、とっても忙しいんだ。だからバズりが見込めるじゃなくて、熱意のある相手としかコラボできないんだよ。とほほ。てなわけで僕とバトりたかったら、この番組を盛り上げてってねって話。はい。どうやって？やる気満々じゃん。じゃあ企画の説明始めちゃうよ。街角ジェントルさん、いらっしゃい。え、校長、何やってんの？お野菜さん、奇遇ですね。何もしかして知り合い？この人オーラバリバリあるから、街歩いてるとこスカウトしたんだけど。え、何やってんの校長？いえいえ、ははじゃないんだよ。挑戦者の妻子には今からこちらのジェントルさんとかくれんぼをしてもらいます。街頭カメラでジェントルさんを探して3回見つけられたらジムテスト合格。街頭カメラ、このかくれんぼ名付けてクイズ、私はどこでしょう。
街角ジェントルさんを探せ企画名大丈夫これ、何らかのそれに反して、え、頭外れてる、え、かわいい、何それ、コイルなん、まあいっか、じゃあもうジェントルさんスタンバイよろしくね。はい、ポケモンリーグにお世話になってますのでお手伝いです、お手柔らかにお願いしますよ。あ、なるほどね、そういうことだ、ポケモンスクールの校長だからこういうことにも参加すんだてか知らないの、校長の顔。そろそろ準備できたかな、ジェントルさん、もういいかい、結構ですよ、にっしっし、大丈夫みたいだね、この映像のどこかにジェントルさんが潜んでるめちゃめちゃいるんだけど、目をコイルにして存分に探してくれたまえ、じゃあもう始まり、よいスタート、ジムテスト、街角ジェントルさんを探せ、ここやろ、ここ、これ3回やればいいの、おや、見つかってしまいましたか、はい最初はやっぱ簡単やな、祭司ジェントルさん発見、すごいぞ、かっこいいぞ、じゃあ次のかくれんぼを始める前にテコ入れとして僕のファンと戦ってもらうよ、怪獣マニア出てこいや、出てこいや、え何ですかそのベスト、ジムトレーナーのリョータが勝負を仕掛けてきた、なちょっと怖ない、そのベスト生首くっついてんだけど、わっ、ルクショ、あー、いいんじゃない、分かってる、相性いいんじゃない、じゃあ種爆弾、もうここは種爆弾、いいね、充電、充電を始めた、特防が上がった、充電の効果って特防だけ、ウィー、相手の6種は倒れた、イエーイ、あ、勝った、1匹だけだ、ありがとうございました、頭のなんだそれ、髪型か、普通に勝っても負けても盛り上げたい、はい勝利、挑戦者し、お見事、じゃカメラ変えるね、あこの間に校長を用意したのかな、次の舞台こちら、みんな大好きポケモンセンター、ここにもジェントルさん潜んでるから躍起になって探してね代わりに入ってんだけど、カウンターにこれでしょ、おや、うまく溶け込めたと思ったのですが、いや、服そのまんまやから、変装したらちょっと、ジェントルさん2回目発見、できるぞ、さすがだぞ、じゃあ次のかくれんぼを始める前にテコ入れとして、またもや戦ってもらうよ、怪獣マニア出てこいや、また怪獣マニア、なんじゃも様が見てる、負けてらんないです、別の人かどこを開いてて怖い、シビシラス、やっぱ電気タイプだ、マジカルリーフね、いけ、いいね、硬い、ふう、しばきました、モコッコ、モコッコか、変えてみる、よっけ麦ちゃん、進化してから初バトル、じゃれつく、うわ、かわいい尻尾が、突進、うわ、かてぇ、麦かてぇ、うわ、強い麦あ、でもなんか麻痺したけど、麦強すぎる、麦が、はい、しばきました、なんじゃも様への思いは負けてないですから、はい勝利、挑戦者し、お見事、探しっぷりもバトルっぷりも狩人のごとし、じゃカメラ変えるねん、最後か、最後の舞台こちら、激闘渦巻くバトルコートだ、果たしてこの人だかりからジェントルさんを見つけ出せようのか、ラストかくれんぼ開始だ、え、どこ、ん、どこ、え、いる、あー、いたいた、これはこれは感服いたしました、うわー、下の船みたいなやつに乗ってる、校長だけでなく宝探しも頑張って見つけてくださいね、わー、ありがとうございました、不費祭祀のおかげでチャンネル登録数はシビルドン上り、わ、そんな言い回し、じゃなくてジムテストクリアだ、
いや、白熱したゲームに全世界の皆の者も大興奮だったぞよ。妻子と勝負すれば僕の動画もっと楽しくなりそう。てなわけで準備ができた受付においでませませ。いつでもコラボしてあげるから。なんだその笑顔。はい、クリアしました。よし、じゃあ事務戦か。メンバーはもうこのままでいいかなと思ってる。分かってると小指でしばけるんじゃないかな。まあ金槌は今回出番なしだと思うけど、後のみんなでいけそうな気がする。レベルも結構上がってるし。よし、じゃあ分かってる小指、麦ちゃん、ディメンター、塩で金槌、ミライロンでいきたいと思います。よし、行くぞ。あー、今回は一発いけるかな。お願いします。え、かわいい。何その服装、めっちゃかわいいんだけど。皆の者、準備はいい？え、かわいい。めっちゃかわいいんだけど。何このビジュアル。あなたの目玉をエレキネット、なんじゃもんじゃ、なんじゃもです。おはこんはろちゃおー。出た挨拶。うわ、みんな言ってる。おはこんはろちゃおー。なんじゃもの、なんじゃもんじゃ TV の実感だぞー。挨拶なんだ、これ。始まった。本日の挑戦者氏は、飛ぶ回転落とす勢いの妻子だ、イエイイエイ。あ、お願いします。なんだその驚き方。ねんで妻子、今の気持ちをどうぞ。頑張ります。出たいかつ不安です。頑張ります。はい、どうもありがとう。素直なコメント僕大好き。それじゃあそろそろなんじゃものバトル見たい人。皆の者も待ちきれないってさ。あ、エレ禁止、ありがとう。エレ禁止。ほんじゃそろそろ行ってみよう。挑戦者氏の実力はどんなもんじゃ。どんなもんじゃ。よし、やるぞ。かわいい。ジムリーダーのなんじゃもが勝負を仕掛けてきた。やるぞ。かわいいボールの投げ方。ほんで、視聴者たちが楽しめるようなしびれるバトリをよろしくね。バトリは、え、ちょっと相性悪いんじゃないこれ。小指にしとっか。これ飛行ついてるよね。ついてない、ついてるよね。もう小指じゃないんだけどね、見た目は。ついばむ。おお、急所当たった。チーゴの実を奪って食べた。もう奪って食べるまでいった。すぐ食べたんだ。砂地獄。効果がない。結構効くんだけど。泥かけは効果がない。どういうこと。地面タイプが効果がない。飛行同士でいくか。じゃあ湯気塩で頼んだ。鳥類としての格の違い見せてやれ。いいね。やけどさせまして。うわ、いいね。ついよ、びっくりした。ニトロチャージで一撃。いいね。腹張り何ですか。ちょ、見てみるか、様子見一回。腹張りって何ですか。うわー、何これ。カエルなの、スライムなの、何なの。あんまり効かない。電気に変える。うわ、充電した。うー、効果抜群だー。危ない。変えるか。麦行ってみるか。いやー、でも麦ね、最後にテラスタルさせたいんだよな。テラスタル見てみたいの、麦の。かわいい。あ、全然だ。さすが麦。じゃれつく。うわ、いいね。充電する、何なの。うわ、全然だ。麦さすがだ。噛みついてみようか。噛みつく、どんだけ。あ、ギリ残しで、スパークです。噛みつくでしばけます。はい、オッケー。六潮、あ、福潮だ。最後かな。わあ、分かってる、いくか。じゃあもう分かってるでいけるかな、このまま。
あ、でもあと2匹いる。じゃあこのルクシオとあと1匹だ。何なんだろう最後。種爆弾。種爆弾、いいね。噛みつく。う、余裕ですね。はい、しばきました。いいね。ムーマージ。ムーマージ？うわぁ、行く？ディメンター行く？よし、ディメンターで。行け、ディメンター。ゲゲ、ちょっぴりピンチかも。皆の者を僕への応援してして。うわぁ、かわいい。かっこいい。同タイプ同士。いでよ、ひらめき豆電球。なんじゃもの食事から見せちゃるぞ。あ、テラサウだ。あ、風よが吹いている。めっちゃ可愛いんだけど。何テラスタル？電気だ。電気テラスタルだ。なるほどね。たたり目。効果抜群だ。そっか、効果抜群なんだ。じゃあもうやっぱり分かってるよな。じゃあこちらもテラスタル。変身。可愛いんだよな、分かってるのテラスタル。こんぐらい効くのか。マジカルリーフどう？いけるかなこれ。マジカルリーフ、あ、待って、うー、危ない。はい、いいね。で、一回回復しときます。はい、回復で、たたり目食らわされて、で、種爆弾で、たたり目もう一回来て、こんぐらい効いて、危ねー。種爆弾、これで終わりのはず。ふぅー、アイテム、マジは倒れた。よし、いいぞ。アイテム使って勝てた。ジムリーダーのなんじゃもとの勝負に勝った。イエー、勝ちました。君のきらめき1000万ボルト。わ、褒め言葉それ。なあ、服かわいいんだけど。勝利したのは挑戦者の祭司でした。あ、歓声が。どっちも強かったって。悔しいけど僕の負け。皆の者応援ありがとうだぞ。というわけで、バズりまくりのこのバク、なんじゃもに勝利した祭司にはジムバッジをプレゼントしちゃいます。ありがとうございます。あ、え、かわいい、見てこの角度。皆の者スクショタイムだぞ。脳内フォルダに焼き付けろ。あ、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいいんだけど。なんじゃもポーズそれ。え、かわいい。え、見て。ジムバッジ3つ持ってるとレベル35までのポケモンが捕まえやすくなし、言うことも聞くぞ。はい、ありがとうございます。映えそうな写真のお礼に技も曲げちゃうよ。そんな略し方すんだ。ボートチェンジ、あ、やったね。髪色超かわいいね。僕らの熱いバトルにビリビリっと来た人はチャンネル登録よろしくね。あなたの目玉、エレキネット、エレキトリカルストリーマー。なんじゃもんじゃ、なんじゃもでした。あ、めっちゃいい。しまったな、エレキトリカルが言いにくいのよ。エレキトリカルが。あれ、あなたは。失礼します、先ほどジムリーダーに勝利されていましたね。いや、ボリューム。確かお名前はサイさん。あなたもチャンピオンを目指していらっしゃるのですか。はい、目指します。うん、ここまで来たね。いいお返事を聞けました。類まれな若き才能、さらなる高みを目指してくださいね。失礼申し遅れました。私は主高ポケモンジムを運営しているポケモンリーグの委員長です。主高さん、主高さん。ちょっとまだしっくりきてない。あなたがジムバッジを集めるならその先でお会いできるでしょう。それではごきげんよう。わ、なんか様子見に来た。なんかジムを終えるごとに様子見に来られてんだけど、なんだ。主高さん何しに来た。
服がかっこいいね、おもだかさ、あのビシッとしたスーツ。やったー、勝ちましたー。1回でいけた、よかったよかった。やっぱいざという時は分かってるだな、頼りになるわ。うわー、ここまでやられた。金槌はさすがにもう出せなかったから、他のみんなで行ったんだけど、声だけやられたわ。ディメンター瀕死。なんじゃも可愛かったな。ストリーマーだって今時やな。よし、じゃあ次は、まあ、流れ的にあれかな、これはなんだ、あ、主だ、そうそうそう、流れ的に次は主がいいかなと思ってました。主か学校に一回戻るか。いや、学校一回戻ってもいいな。学校一回戻ってなんか授業とか見てから主ポケモンに挑戦しようかなと思っております。ペッパーにも久しぶりに会うな。よし、じゃあ今回はこの辺で、また次もよろしくお願いします。